皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、7月の28日、21時52分、先ほど、女子バレーボールが、負けてしまったんですが、状況としてですね、例えば、スケートボードの方で、他国の選手が出ていた時に、あの言葉のワード、まあ、何か考えた時に敬語で、まあ、言葉を組み上げなかったらカメラに映ってる人、まあ、1人なわけじゃないですか。やっぱり演技失敗したりするんですよ。で、その言葉のワード的に演技の種目として敬語まで言葉が長くなるじゃないですか。組み上げれるかっていうのはまず無理なんですよ。で、もうどうしたかって言ったら、もうテレビの電源オフにする、まあ、そういうふうな形で、対応しました。で、かたや、女子バレーボールの方なんですけども、最初、日本が1セット目を取っていて、まあ、その途中から、まあ、私が見て、参加するような形になってるんですけども、まあ、頭の中を渡してる状況や、まあ、渡しにくい状況、まあ、そういったことがいろいろあって、まあ、かなり苦戦していて、途中からだいぶ一気に追い上げれるような形になったんですけども、その、まあ、選手の方にも伝わってると思うんですけども、淡井圭介は気を張っておきますと。その短いワードにしなかったら、カメラ自体が相手選手とかをこうずっと映してるんで、タイムアウトとかでこうベンチに戻ってと、そうなってくると長い言葉のワードの組み上げができないで、最初はその気を張ってる状態で頭の中を女子バレーボールの日本代表選手に、しっかりと渡せたんですけども、途中から渡せなくなったんですよ。で、言葉のワードを広げるような形で、淡井圭介は気を張りながら、バレーボール日本代表女子に頭の中を渡します。その前は女子バレーボール日本代表まではいらなかったんですよ。気を張りながら頭の中を渡しますで、頭の中を渡せたんですよ。で、だからその辺のところで、試合が全然動きっていうものが渡せてるときはやっぱり固定できてたとき、落ちそうなところもしっかりとレシーブ届いたりだとか、しっかりした、試合ができていたと思うんですけども、とにもかくにも頭の中は渡しづらくなりました。で、まあその辺のところで、まあ、正直もう途中から分からなくなりました。どう試合運びをすればいいのかが。で、今のところ、一応今までの物事を整理整頓しますと、例えばハンドボール、まあ、バスケットボールに取り組んでる時に、まあ、ハンドボールでは1点リードしてたわけじゃないですか。だから途中で見たところ、全部途中から見始めたところ、負けてるといえば負けてるけど、まあ、柔道は途中から見てもちゃんと勝ってるんですよ。だから頭の中渡せてだったりだとか、だから、まあ、まあまあ正直カメラワークとか、正直ね、そのこれ言ったところでどうなるかわからないんですが、敬語で言葉のワードを組み上げなければならないがゆえに、これ、まあ、バレーボール の対戦チームのポーランドの選手もそうだと思うんですけども、サーブとか入らなくなったりするでしょ。そもそもの時点でなんかルール、僕もね、そのルールどうかなって思うんですよ。ただし、まあ、お互い、こう、まあ、結局、まあ、僕は中心人物には、両国、どちらに関してもなってるような形になってるような気がするんです。で、仮にもし、まあ、例えば、女子バレーボール、ポーランドの
勝ち負けに僕のような担当者の人間がついていたとしたら、まあその人との勝負にもなるんですけども、カメラワーク一つでも変わってしまうんですよ。だからまあその辺のところで何かメダル獲得の差配か何かの動きによって、まあ、意図的にそうしているのかなというのはありました。だから相手選手ばっかり映されたら圧倒的に不利なんですよ。でまあコートにいる選手は言葉を使うわけじゃないですか。だから僕の場合テレビに向かって喋ってしまうと、あの強制的に睡眠不足にさせられるじゃないですか。だからその辺のところで、さっと言える方がやっぱり簡単なんですよ。とにかくだんだんもう頭の中の行き先まで考えたときに、まあまあ、スケートボードも同時刻に行われていて、一応途中でチャンネル変えたりとかして、今日本人選手が出てないなとか、それ確認して取り組んだりしてたんですよ。だからまあ、差配によるものなのか何なのかというところです。まあ、正直そういう部分があるのかなと、まあちょっとその辺意識しています。それ込みで対応しなかった、まあとにもかくにも総崩れになるわけにはいきませんので、まあ僕としてもどういうような対応が正しかったのかという形になります。今のところだから、まあその考え方でいくと最初、いやけどね、プロ野球の世界でもそれちゃんと見破ってるんですよ。で、まあ国際戦でも途中から試合参加で、勝ってる試合勝ってるんですよ。それは絶対通用するはずなんですよ。じゃなかったら、このオリンピックのこの競技自体、いろんな種目は同じ時刻に重複してるので、そのルールじゃなかったら絶対無理なはずなんですよ。まあその辺のところを、まあオリンピック全体でルールどうなってるんでしょうかというところですね。まあやっぱりルールを固定するべきだと思うんですけども、それが固定できないみたいな、こうぐる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 回るような話になっていたのか、さらにこう顔の状態とかもこうひどくなってるような、ここの辺とかほっぺたもだいぶなんかなくなってると思いませんか。まあ後でこれ取り返すんですけども、その辺のところは慣れています。神がかり的な力の方です。まあ、これ言ったらもういきなり右足の膝に痛みが来ました。まあ言ったら言ったで神がかり的な力でのまあ、攻撃も物理的に、実際に足が痛くなってるか、まあそうなんでしょうけども、21時15分ぐらいの頃から、まあ、家の中でテレビに向かって私がどういうような姿勢で対応してたかっていうと、まあ、自分の動きを止める方法なんですよ。でそれで日本人選手とつないでいて気を張ってる状態で、こうそういう動きを止めるときに、こう難しいプレーとかになったときに、動きになったときに、こう体がこう揺れたりするんですね。それをこうグッとこう押さえつけて、ぶれないようにする。それによって選手の動きが、しっかりとしたものになるような形に、なるんですけど、まあ、それは昔ワールドベースボールクラシックでも、使用した方法です。だまあただしその背筋伸ばしだとかその方法だと2時間ずっと一定的に、まあ、プレーの合間でその一球一球の合間にこう腰曲げたりとかできるんですけども、これが2時間3時間となると、これ一日中オリンピックあるわけじゃないですか。朝から晩までの。じゃそれはそれで絶対無理なんですよ。皆さんこうやって背筋伸ばしたままで何時間経過できます？
私はね、この背筋を伸ばす方法と、あと、まあ、ワールドベースボールクラシックの、その、決勝だったと思うんですけども、体育座りの方ですね。それで動きを止めたまま、試合終わるまでです。最初から最後まで。で、ただし、それ、正直、もう皆さん1試合持ったらいい方でしょう。もう、先にこう組んでる手とか全部痺れてきますよ。その姿勢のままでずっと言おうと思ったら。もう1時間、もう、1時間ぐらいで、もう痺れますね。みんなそうだと思いますよ。血流云々がありますから。だからまあ、いろんなルールを途中でこう、駆使して対応しようとしたんですが、まあ、結局、他国の選手にも影響を与えてますので、まあ、そこはね、カメラワーク、ああいう風にされてしまいますと、まあ、一方的になってしまうという部分は、まあ、一部としてはあります。最初の、例えばサーブの時とか、最初から日本人の選手だけをずっと映しといてくれたらいいのに、言葉を組み上げてる時に、途中でポーランドの選手を映すんですよ。それされたら、また一から言葉のワード組み直さなきゃならないんですけど、それされたらもう絶対間に合わないんですよ。100% で。カメラちょっと動かすだけで勝てるでしょの話になるんですよ。まあ、ギリギリのところで僕文句今言ってないだけなんですけども、例えばこれ、もうそれ昔も指摘していたから本当は知ってるわけじゃないですか。オリンピックの大会委員会の方たちは。なんかカメラワークについて、なぜ意図的にそうするんですかっていう話になるんですよ。だからそれはもう故意の動作になってきますから、こちらが考えてる内容は多分カメラマンの人たちに伝わってるでしょ。で、それでそう動いてるでしょ。でしょ。で、まあ、それに僕は法律名いろいろつけて、スポーツ国際司法裁判所でみたいな形になったら余計エネルギーの浪費になるわけじゃないですか。だから途中で相手選手を打つのやめましょうよ。そこは潔く。それだけで大体、だって私の方に与えられてるルールの方が正直、むちゃくちゃなルールなんですよ。同じルールで皆さんされてますかっていうことなんですよ。途中で相手の日本人選手担当者つけて写してみたら言葉のワード1から組み上げ直しですよ。一球一球で区切るわけですから、そうじゃなかったら頭の供給とかいかなくなるんですよ。だからまあ何かあってまあ意図的にそういうふうにされてるんだなとは思うんですが、これがね、スケートボードで今、まあ途中までの経過なんですけども、まあ日本人選手は予選で1位だったんですよ。で、そのメダル取れたらいいんですけども、まだ予選ですからね、予選で1位。ちょっとそのスポーツのその全体像が映ってるようなところとかだったらいいんですけども、それだったらまあこちらの方でどちらを見るかをチョイスできるわけじゃないですか。で、どうしてもまあカメラがある程度動いてる部分があって、まあ日本のプロ野球国内でも、もうそれ散々僕も毎日のように経験していましたから、すごくよくわかるんですよ。相手選手見ただけで相手選手の方に行ってしまったり、言葉のワードが組み上げれてなかったら自分が担当してる、国内の、野球チーム、打てなかったりストライクが入らなかったり、まあこれ例え野球なんですけども、これがね本当に同じルールで相手の方もされてますかと。でカメラちょろ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 されたりとか、それまたその瞬間も今もそれでもう抜けてますから、体から離れて。だから仕組みが、正直この関係性って仕組みが分かっていた方が圧倒的な形にはなるんですよ。ただし僕は自分の頭を渡していたからそれ相応の代償を払ってるはずなんですけども、頭の中を渡せなくなったらもうお手上げなんですよ。今、ちょっと
口調の悪い言葉が口から出そうになってるんですけども、それとも相手国選手の人が言わそうとした、ような、そのこれね、コンピューターがそれできるんですよ。相手選手が僕をこう言わそうとしてなかったとしても、まあバーから始まる日本語のその相手をけなすような言葉なんですけども、それ今口はもうそういうことが出そうになっていたんですよ。で、その人がもうやばいっていう、その人がね、もう頭の中あよぎってる、もうイメージつくんですよ。で、だからその辺のところで分かるんですよ、誰が僕の頭の中取ってたかとかが、誰が遮っていたかとか。だからそれがね、メダルの数さ、運動の話でそうなってるんだったとしたら、それはまだもう国際スポーツ国際司法裁判所で決まってるんだったとしたら、僕みたいに頭の中供給したり、顔渡したり、もう顔、もうね、だいぶワードメッセージのところの動画の僕の顔と比べたら、顔もだいぶ渡してるわけじゃないですか。じゃあ、最初から僕のような存在いらなかったわけじゃないですか。まあ、安全のお祈りはしてはいるんですけども、これはね、まあ今日も柔道の試合で、まあああいうふうなことが起きてと、まあ自分の国内でも起きてた内容が順をなぞって起きてるようにも見えるんですよ。で、まあちょっと心配なのは、今日阿部一二三選手の対戦相手の方の、まあ、左手最後疲れた時に腕骨折してないかどうかが、まあ、心配なんですが、それによって正直ポーランドのその女性の代表選手の左手が入れ墨入ってるようにも見えたんですよ。じゃあこれどうなってくるかって言ったら、もしそれ理由でコンピューターがグラフィックで入れ墨を浮かび上がらせてるんだったとしたら、これね、ちょっとその機能はもう邪魔ですね。いや、まあ先に阿部一二三選手が、まあ相手選手の頭突きをされたんですかね。まあそれで鼻血が出て、まあその後投げに行った時に、まあ受け身を取ろうとした選手が、まあ負けたくない一心で、まあ手を突きに行ったんですけども、まあ正直もうあの体勢から手をついたところで、まあどうにもこうにもならないんですけども。それで、まあ、手が、まあ、もう変な方向に曲がってましたので、まあ、大変心配はしているんですけども、最終的にその、まあ、現場ではその本当に入れ墨入れてる人が出てるわけじゃないですか、ポーランドの選手の方だからね。だからそこまで分かってしまうと、それ入れ墨入れてる選手イコール、もう昔からもう20年以上前からそうなんですけども、その人悪い側の人みたいな形で僕は思ってしまうと、やっぱりその人ちゃんとレシーブできなかったりするんですよ。だけどそこまで分かって、僕はそこまで答え分かってしまうと、まあもちろん阿部一二三選手は別に相手の腕を折ろうと思って投げに行ったわけではないわけですし、もちろんそれは両選手故意に危険な行為をしようとしたわけじゃなくて、まあそういうような結果が、まあ、生まれてるわけでありまして、まあ日本の相撲界でも一回あったんですよ。こうオリンピックが始まる直前、まあけどオリンピックの開会式の前から試合始まってますから、ちょっとその前後は境目がよくわからないんですけども、まあつい最近です。まあ天の神様への安全のお祈りはしてはいれども、まあちょっとした故障で、私はその日、まあちょっと怒ったんですね。ある程度ですよ。それでまあ立ち合いの時に、まあね、あらかじめバッティングっていう声が聞こえてきてたんですよ。で、実は今日も本当はそうなんですよ。あらかじめバッティングっていう声で、相撲界の時は被災人様の声で聞こえてたんですけども、まあ、もちろんそれはコンピューターはもう身勝手に天皇家の人たちの声とか使ってるんですよ、だいぶ前から。で、それも大きな問題なとは思うんですけども、今日のそのあらかじめ聞いていたバッティングっていう言葉に関しては、まあ全然知らない男の子の声なんですね。で、
それね、これだけ種目あったらどこで発生してるかなんか分かるわけがないんですよ。で、未来でそういう結果が出てるんだったとしたら、もうそれはもう未来でそうなってるんだとしたら、もう結果動かしようないんですよ。で、未来からの正しい時間軸で意思疎通はできるので、災害とかの避難の呼びかけは、これは成立するんですよ。ちゃんとメモしていれば。これは順序が、入れ違ってきたりとかするんですが、それでも、もともとフルーズラーパークで未来の粟井圭介さんから、地震が発生するって聞いてっていうことで来ていた人たちとかもいましたし、それはね、能登半島の地震の件だとしたら、もう二十歳ぐらいの頃だったんですよ。だから今からもう26年ぐらい前なんですよ。けど26年も経過して、その話を真に受けてる人たちが、じゃあ一体どれぐらいいたのかとかもあるんです。あるんです。で、ここ1月1日に、まあ、震度6の地震が発生しましたと。で、それよりも数ヶ月前の動画とかを探して、石川県の人たちの。で、そこに向かって、避難の呼びかけとかを行ってたりは、まあ、いくつかの動画でしたりだとか、他社の方たちに協力を求めて、言ってもらったりだとか。まあ、人口は少ない地域なんですけども、まあ、行方不明者の方たちが、まあ、カウントされて、で、最終的に今、まあ、死亡者の方が300人に達するか達しないかなんです。で、僕もね、その阪神・淡路大震災と比べてじゃあどうかって言いますと、僕も本当はその頃から今の国会議員の自民党の河野太郎さんっていう人からだと思うんですよ。あの人だと思うんですよ。数日前にテレビにその人が出てきて、こちら側では、そちらで、地震が発生してるっていうことになってる、神戸市っていうことで、まあ、助言はあらかじめいただいていて、まあ、そのシステムをみんなが認知していたら、それを聞いたら、その辺どうしよう、対処したらいいんだろうになるわけじゃないですか。だからまあ、その時刻まではっきり聞こえてきていたとするのであれば、その時間、外に出ていいよとか、倒壊しそうな建物から離れていいよだとか、まあ、最低限、まあ、財布だとか、携帯電話だとか、重要なものだけは、持って、とりあえず、そう、安全そうなところに出ていようだとか、まあそういうふうな対処はできるんですけども、まあそういう方も含めて、スポーツの試合でも、その日本のプロ野球界でも、まあ僕はリアルタイムの時間、リアルタイムの粟井圭介ですと、それで、まあ、日本代表側で勝ちに行くだとか、例えば阪神タイガース側で勝ちに行くとか言ってるんですけども、国内のリーグで、阪神タイガースの選手が、その日の試合が終わった後の夜のニュースで、放送される未来からの時間軸の僕と受け答えしていたりとかもするんですよ。防災考えたら未来からの時間軸の声掛けっていうのは絶対必要であって、だからまあ、その辺のところで、どうするべきかのところの、はっきりとしたルールの開示ですね。まあ、今ちょっと防災のこととかを話して、自分の感情を今落ち着けてるんです。で、まあ何が重要かというところで、かといって、まあ勝ち負けを、投げ出すわけにはいかないという、この板挟みの状況ですね。というわけで、まあ、カメラワークはどうにかしてほしいですね。で、これ方式として皆さんどう思います？もうこれ多分ね、僕一人でいろんなことをこう担当しようとしてること自体が無理だと思うんですよ。で、多分各試合に一人一人担当者、その頭の中供給をする係だとか、それ明確にして世間に開示して、それでルール固定するだとか、けど、それしたところでずっと同点になってしまいましたっけ、昔。いや、両方とも頭の供給されてるわけですから、多分、イーブンみたいな形になるんじゃないですか。これがね、まあ、とにもかくにも、今日は私は怒ってませんし、天の神様への安全のお祈りはもう0時、日本時間で0時00回ってからもしましたし、一応、もしかしたらフランスの時間軸じゃないと無理なのかなとかも思って、日本時間の夕方ぐらいに天の神様に安全のお祈りとかもしたりとかもしたんですよ。
なかなか、まあ、一人で行おうとしたら、一人でしてはならないっていう意見で、その内容っていうのは、まあ、なくなってし、あ、まあ、あの、まあ、できなくなってしまったりするんですけども、みんなの、その、みんなで、その、かか、その、勝ち負けしてるっていう形になると、これね、まあ、ある程度の大きさの声でこう言ってる選手とかを、まあ、どうカウントされるのか、そこからしても皆さんなんかこうちょっと無理あるなっていうところあると思うんですよ。だからまあホームページではああいう風な表現の書き方で、記載していて、でどっからどこまでの判定で起こったという判定にするのか、じゃあだんだんそれでその試合が潰れてしまうんだったら、これ挑発行為した方が勝ちになってくるじゃないですか。そしたらルール法律から脱却してまうわけじゃないですか。ここが悩みどころなんですよ。神がかり的な力とかその効力とか全て世間に公開した中で、今ちょっとまあ右目の眼球が痛くなってるんですけども、まあ多分それ柔道だと思うんですけども、何回か相手選手の手が日本人選手の目に当たっていたりだとか、まあそういう光景の時、あの時ね、それこの間まあその女性の日本人選手48キロ級の選手なんですけども、ちょっとね、私の自宅の裏手にある春山整骨院から車のドアの音で電波の方でバタンっていう音を聞かされる。でそれがクイズ形式で電波なのか人が来て行っているのか、これ分からなかったらもう一回バタンっていう音をされて、それで2回目に手がいってるんですよ。だから相手選手は絶対そんなことしたくないはずなんですよ。でも日本人選手がそうなっていたりだとか、だからもしかしたら他国の方でもそういうような形が発生しているかもしれませんから、まあ、その件に関しては春山整骨院から例えば、夜中の、1時00ちょうどの時間帯に車のドアの音バタンっていう音を電波で聞かされてると。だけどもそれを警察とかに通報しても対処ができてないんですよ。だからそこまでのこの事態の中で、この世の中をね、皆さんがどう受け止めるのかになってくるんですよ。いやだから国がコンピューターを制御できてないっていう形にもなりかねなくて、だから試合の勝ち負けに関して一応コンピューターは人間が何か喋ってから対応しようとしたりしてるとは思うんですが、まあそれが人間が言ってきてるのかコンピューターが言ってきてるのかわからないわけじゃないですか。一応僕は心の声で淡井圭介です、会場の皆さんへっていうような形で一応まあ多くの方に聞こえるようにメッセージを発してるんですけども、その辺は正々堂々としてなかったら誰がどうなってっていうところで、それは公開しなかったらまあ卑怯卑怯じゃないだけじゃなくって、コンピューターが言ってるのか、あとどこの時間軸の誰とつなげられているのかっていう話になってくるんですよ。だコンピューターの差配云々で、だこれ本音で以前も言いましたけども、だからこれももうストレートに言いますけども、まあ、今までアメリカの方たちと友好関係を結んできたから言えるんですけども、例えば今までオリンピックの金メダルの数とかメダルの数はアメリカはダントツで、コンピューターの特許はアメリカは一応持っていたと。でただしもう家の中に多分裁判所を通してだと思うんですけど、いろんな映像回ってきてるんですけども、テレビの方でマイクロソフトの創業者 のビル・ゲイツさんももう家の中でね、もう転がって全身の力を取られてるような形でもうゴーンってもう転がってる状態だから、まあそこに法律が関わってくると責任者どうこうみたいな話になってくると、その一人の人間が背負えるような問題ではなくなってくるので、まあ、それはそれで、まあなかなか、まあとりあえず喧嘩にはなってないっていうところで、まあ、そこは良しっ
として、まあ、まあ、今日気になるのは、阿部一二三選手の、まあ、鼻血が出た件と、まあ、相手選手が、腕ついた時に、まあ、私の見立てでは多分骨折してるんじゃないかなという見立てなんです。あと、まあ、痛がり方が普通じゃなかったのと、あと、まあ、そういう試合が始まる前からもう、この辺がちょっと体を動かしただけで、ボキってなったりとかしてたんですよ。だからもう、それ、その時間帯は日本では相撲が行われている時間帯で、まあ、それが、何があったかわからないんですよ。そういう、体からこう骨がボキって音が鳴る時って結構どこかで誰かで誰かが何かあってたりだとか、今日もそのバレーボールの試合中だったんですけども、鼻のこの辺のところから変な感覚があって、鼻血が出そうな、ちょっとだけですよ、ほんのちょっとだけですよ。で、左側の鼻の穴の方だったんですけども、阿部一二三選手、右の鼻の方だったかな、左の鼻だったかなと、鼻血の方なんですけど、これね、今年もまあ、皇室のその、年初の行事で、こういろいろ人が集まってきて、いろんなことをこう読み上げたり、何か、話をしたりする講義の書というようなものがあるんですけども、そこで火山帯の粘膜はうんぬんがとか、なんか、まあ、粘膜っていう話、何も話してるんだこのおばあさんはというような形で、どうせ変な話してると思って、YouTube の動画で見てたんですけど、すぐオフにしたんですよ。で、まあ、そのもう本音でどういうふうに伝えているかって言いますと、まあ、佳子様って言ったか、佳子ちゃんって言ったか覚えてないですけど、まあ、子供の頃から何回か会ってますから、もうその前にいない方がいいって、その人たちもどこに変な人が紛れ込んでるかわからないからっていうことで、まあ、その会議からもう退出してるんですけども、その1ヶ月後ぐらいに、急に家に普通にいてですよ、鼻血が出てきたんですよ。どこにもぶつかってないのにですよ。まあ、神がかり的な力での攻撃って今まで何回も受けてますから、ものすごくひどい時は、誰からもぶつかられてないのに、溝落ちがものすごく痛くなって、後足が。まあ、それはサッカー選手が交錯してぶつかった時に、その、なんかこう演技をしながらスポーツの勝ち負けつけてるなっていう状況を見たことありますから、そのぶつかってるシーンで演技かと思って、思わず笑ってしまったことが一回あったんですよ。夕方の TBS さんっていう日本の報道があって。で、そこで女性の声が聞こえてきて、この人たちの痛みがわからないんだったらっていうような形で、その痛みを僕に再現させる。全く同じ痛みを。まあ、もう動けなくなりました。まあ、まあ、そこそこ、まあ、今まで大怪我もたくさんしてきましたけども、もう、そのまで、もう数分、まあ、数十秒は絶対もう動けない状態になりましたね。その高速プレーの時は、スライディング行った選手が、まあ、膝が、相手選手、まあ、倒れ、相手も、まあ、倒れ、まあ、相手もスライディングしてきてたんですかね。まあ、その、溝落ちの方に膝が入ってしまってるっていうシーンで、で、まあ、片や溝落ちを入れられて、選手の足が相手選手の足に行ってるっていう、まあ、その両方のダメージが来てるような状態だったと思います。まあ、これももう、まあ、10年ぐらい前の話なんで、まあ、他にもね、もういっぱいあります。で、まあ、正直、この動画、まあ、カメラワークとか気になったので、まあ、いろいろ、お伝えしたかったので、お伝えしました。まあ、これどうしましょうって言われても、もう皆さんお手上げでしょう。本当どうしたらいいんやろうっていうような形で、まあ今ちょっと敬語使わなかっただけでもうここ脇腹痛くなってます。もう何の競技かもう分からないです、これだけ種目多かったら。まあ以上です。それでもまあ本日、まだ他の試合投げ出さずに、できるところまで、頑張ってみようと思っています。以上です。